ダルリアダ王国の領域ダルリアダ王国はアイルランドから渡ってきたスコット人がスコットランド西部に建国した王国。王国のアイルランド側ではダルリアダ、スコットランド側ではダルリアダという名が用いられたが、これは単にアイルランド語の綴りであるかそうでないかという問題に過ぎない。500年頃、ファーガスモー・マクエルクが二人の弟を連れてンタヤ半島に上陸。 アッド川のほとりのダナッドに、ダルリアダ王朝を樹立し、自らファーガス二世として、初代国王に就いた。DL リアタとはコアイルランド語に由来する。DL とは部分を意味し、リアタ、または、リアダは人名であろうと推測されている。6世紀終わりから7世紀初頭には、現在のアーガイルビュート、ロカベル、そして北アイルランドのアントリム県までもほぼ、包含していた。 ダルリアダは一般的にユアン・キャンベルのような一部の考古学者はこの説に近年反対しているもののアイルランドのゲール人がスコットランドに築いた植民地とみなされてきた。ダルリアダ王国は先住民族のピクト人のアルバ王国と激しい抗争を繰り返した。しかし5世紀頃よりスコットランドに入ってきたキリスト教の影響もあって スコット人とピクト人は徐々に融和していった。アイダン・マクガブラアン王の時代に、ダルリアダ王国は最高潮に達した。伝承によれば846年、ダルリアダ・王ケネス一世が、アルバ王国との戦いに圧勝。自ら、アルバ王を兼ねて、ダルリアダ・アルバ両王国を統一したとされる。しかしこの伝承は、ダルリアダ側に伝わるもので、歴史学者から、 征服説について疑義が投げかけられている。反対に、アルバ王国が、ダルリアダ王国を何度か制圧したという証拠も残っている。いずれにせよ、ダルリアダ王国とアルバ王国が統一されたのは確認されており、その統治者が、ケネス一世で、アルバ王国と名乗られていたことも確かである。スコットランドの王朝はこれを始祖とし、現在も、スコットランドという英語の国名は、 ゲール語では、アルバと、表記されている。アイルズ西の島の歴史、p 二百五十二ベデ、HE、ブック I、チャプター一オックスフォード・コンパニオン・ツー・スコティッシュ・ヒストリー p 百六十一百六十二エディテッド・バイ、マイケル・リンチ、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、レス ISBN 九兆七千八百一億九九千百二十三万四千八百二十ザ・ケース・アゲンスト・ザ・ コロニアルビューイズ・ギブン・フリー・イニューアン・キャンベル。ワー・ザ・スコッツ・アイリッシュイン・アンチクイティー。75。ピアニッシモ。285-292。イット・シュッド・ビー・ノーテッド・ザット・キャンベルズ・イズ・アン。アルケオロジカリー・ベースド・セオリー。ヒストリアンズ・アレ・ディバイデッド・オン・ザ・クエスチョン。ありがとうございます。